今日は私の実は同期の上松恵美子候補の応援に駆けつけました。希望の党の第一志向人の中で上松恵美子さんの名前を発見した時に本当に嬉しかった。東京で頑張ってくれる、そして女性の声を代弁してくれる上松恵美子さん、もう日本中で女性の人が足りないんです。有権者半分が女性だというのに苦しんでいる女性、